かぶりこ。さあ始まりました、せーの、かぶりこ。嘘でしょ全然そんな打ち合わせなかったびっくり。本日はリコちゃん、はい、どちらの店舗に来ましたでしょうか。はい、栃木県真岡市にありますツバメザブームさんにやってまいりました。かぶりこ3回目です。はい、いや、なんかかなり店内が広くて大型店舗さんなので何を歌うか迷っちゃうところですけどね。はい、でですね、前回なんですけれども乗り打ちってオープニングで決めたら、うん、あのカブは出してくれなくって乗り打ちだから出したくないみたいなオーラがボンボン出てきて最後ね、全然 ね当たらなかったですからね。2人とも残念な結果になってしまったんですけれども、はい、なんかね、今日はやっぱ今日はいける気がする。よく寝たんで今日は、すごい寝てましたからね。すごいよく寝たんで今日は、あのね、今日もね、あのお肌ツルツルでね油かないっぱい出してきましたからね、はいはい、毛玉も出るように、はい、そしてですね、今日はですね、前回オープニングで決めちゃったんで今回はこんなのを作ってくれました。おビビン。あ、そうだね、乗り打ちって言い切っちゃったからね。はい、ね、いきます。はい、お願いします。じゃじゃん。あ、6、ここですね。あ、6。あ、で、何になるか。そう、乗り打ちなのか、なんですけど、これ、あの、最初に言っちゃうと株出さないんで、うん、最後の、これはお楽しみにしたいと思います。わかりました。じゃあ6でどうなるか、はい、中身は。はい、はい、いきましょう。ね、突っ走るからね、いきなりオープニングからね、いきなり突っ走ってたんでねちょっとどうしようかと思いましたが、そうね、ちょっと様子見でこういうのも作ってもらったんで、はい、頑張って今日は頑張りたいと思います。はい、それでは行ってきます。かぶりこ。かぶりこ。はい、ということで仮面ライダーフルスロットル新しいバージョンですね、はい、闇のバトルということで撮ったんですけど、今日朝一からではないんでもう回ってるんですけど、うん、はい、ちょうど空いてたんでね、せっかくならこの台をということで、うん、そうですね、最新台なんで初打ちだ、はい、私、私も初打ちです。あらら、紫保留始めていきます。おー、火柱の紫。私、人生初めての実産イン仮面ライダー、イン仮面ライダー、フルスロットル、フルスロットル、テロップ赤。ただ仮面ライダー1号リーチ、リーチは弱いんだ。あれ、私の方が弱いな。加速フルスロットル、アタック。お、エクストラチャージに行った。アクセル、いけい。加速して加速して、緑赤まで。え、当たった当たった。えエクストラチャージで、どういうこと。まあ、バトルタイムにはまあいかないかなと思うんですけど。お、また行きます。メーター赤まで行け。ちょっとせっかく当たったのにさ、カブちょっとタイミング見てよ赤赤空気読んで。パワーアップしましたよ。あ、すごい。赤まで、ライダーパワーアップが赤までって。赤 32.3% って書いてあります。なんとも言えないな。そう。あ、ダメだ。ごめんね、リコちゃんが当たってるところ外れちゃった。エクストラチャージ。これ格変なの？いや。バトルタイム。ほら、時短いったよ。お、赤くなってる、メーターが。どうなってるの。チャージは終わった。カブトムシだよ、カブトムシだよ、お願い。
でもいっぱい来てる。アマゾンまで来た。カブトムシ使えねえな。復活するんだよ、復活するんだよ。これはカブトムシ使えねえな。復活するんだって、復活するんだよ。終わったぜ。はい、終わったぜ。終わったぜ。カブトムシが使えないっていうことがね、と本当にね、分かりましたね。カブトムシって自分のならだから頑張れるから。人のでも頑張ってよ。自分のだったら頑張るから。闇背景かな、これ。あ、オファー。あ、テントウムシだよ、そうなのよ、待ってるのはテントウムシなんだけど。疑似さんがね、行かないんだよね。あ、レンって出たら疑似さん行きますかね。あ、行くかも。疑似さん、闇の疑似さん。頑張れ頑張れ。だぞ。フルスロットルアタック。お、多くない人数。あ、敵が多いってことか。逆じゃん。多くない人数。え、7点した。アクセル全開。あ、これこのままパーセンテージみたいな感じじゃないですか。行こう行こう行こう。3。いや、もっと行くんだよ。うわ、弱い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 。熱いよ。82% いきました。7点で急に。あ、しかも上見て、ここが回ってる。でも星で赤 でダブルだったんですけど、7点だからダブルで。おおお、よしよしよし、行こう。まだいける、まだいける、行きます。頑張って、私もまだ行きたい。上がった、ゼブラまで行った。よし、よしよし、パワーアップして、メーターでゼプラまで行ったんで 85% くらいあるんじゃないかな、これ後半メーターで行きます。やっしゃ、リコちゃんの出玉かもしれない。でもこの当たりが一番さ、見たい当たりじゃないですか。王道系かな、7点でよかった。お、赤まで行った。いやでも赤までは私も行きましたからね。ねえ、さっきね、絶対いたと思ったもん。ねえ、ストロンガーだ。なんかね、まだ初打ちだからわからないことだらけなんですよね。いけ、あ、行った、行きました。やった、やったぞ。よくやった。よし、ちょっとね、理想は乗り打ちだよ。理想は勝ち乗り。勝ち乗りね、うん、理想はね、ストロンガーですね。いいよいいよ。でもこれ、ほらここで16ラウンド欲しいんだよ。4ラウンドか16のどっちかですもんね。まだ出てない。 V 狙ってから、あ、4ラウンドだ。4ラウンドでした。早速ゾーンには入ってますけど。あ、飛んでるじゃない、コンボじゃないの。ダブルライダーゾーンに入った時点で信頼度 60%。 お、 60%。 ありがとう、次回予告に並んで大当たりに絡みやすい激アツエースです。あ、じゃあ行けちゃう、行けた。おお、これはもう乗り打ちだ。行ったぞ、16ラウンド取りました。おお、やったぞ。ゾーンに入りました。 24.9% だって、信頼度。押せ、突破。あ、赤見えた、カードが。でも文字白。いや、多分ここ赤かったらいいですよね。あ、待って、お、来た。おお、ライダーキック。ああ、もう分かんないけど復活してお願い。いやー、言ってくれるでしょう、お願い。気のせい。ああ。
1人ストロンガーな、またチャージするやつか。ねえ頼むぜ。78ポイント、まあ9回か。チンチロ用意したんでチンチロやっとこうかと思います。チンチロ、はい、3回振るらしいです。はい、はあはあ、1回目で勝ちが出るのか負けが出るのかということで、でとりあえずお互い3回ずつ振っていきます。なんで出してない私からいたいと思います。はい、いきます。5、5、4、はい、2、3、5、いきます。1、2、4、1、2、3だったらよかったのに。じゃあ、あれひふみもダメじゃん、負けてんじゃん。通常1、3、5、2、2、4、通常。いやいや、もうそもそもあれ、カブが負けじゃない。負けた。負けたらですね、うん、この箱の中から1枚取っていただきます。イエーイ、開けます。はい、でですね、あ、相手の腹黒と感じる部分、リンコちゃん腹黒なのかな。あのね、リコちゃんはでもなんかね、仕事の意識が高すぎて、こう、あの、私たち来店してる時ってアテンダさんっていう方がつくんですよ。アルバイトの人とか派遣っぽい人とかね、いたら一瞬しかいなかったりするんですけど、この人と会わないなっていう瞬間の、あの、もう一切関わらないっていうのがすごいオーラね、関わる気がないみたいな、あの、関わらないオーラを出す。なんかさ、それで一生懸命仕事を教えたとしても、もうこの人どうせもういないしみたいなね。損じゃない、私の損じゃない。まあでも腹黒い部分が出ちゃったからね。出ちゃったからね。やっぱそれは仕事のに対する意識があるおかしいなからだとは思うんですけどね。いやもうそうね、なんかあれなんだよね、人見知り度が半端ないから。そうそうそう、人見知りだと思った。損だわ。だって私、リコちゃんとご飯行くようになったの4年目とか5年目とかですからね。やっとやっとご飯行ってもらえて、2人で終わった後とかやっとですよなんか私すごいあれみたいじゃないカブのファンからさ、なんかあいつ何様だよって書かれそうで怖いわ。人見知りってでもそういうことじゃん。そう、うん、カブリコ。はい、それでは大移動してきました。はい、589回転、本日も回っている台ですね。前のお兄さんが頑張っていたということで、私もちょっと、お、緑緑でそうと、あー、頑張れ。イエーイ、来たあ、あ、あ、赤紫飛ばしてるじゃん。でもタイトル白でしたね。メーター前半 32% だって。お、カットインして後半、あ、カットイン後半いきます。お、いいね。いいよ。お、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 あー、でもね、私ライダーパワーアップでこれでさっき外してんの赤。ライダーパワーアップ、これでさっきダメだったんだよね。だからちょっと、もうわかんない。ゼブラ行ったら 87% だって。ほらー、もう着々と2人が当たらないんでね、そろそろもう一回やっとこうかな。あ、チンチロするか。1、3、5、あれ通常面、役なし。あ、違う、役なし、役なし、即負け。1、3、5、めっちゃ出るな。1、4、4、通常面、通常面。じゃあ負けだ、私またやらなきゃ。じゃあまたリコちゃんが損するやつ聞くね。いや、なんでよなんでよ。よし、はい、お願いしますよ。今度は何ですか、ちょっと
相手が秘密にしているであろう話ちょっと待って引けた全部私がソースルの引いてる、いや違う違うから秘密にしてる話とかなくない？結構いやないよそうだねいや言える話ではないでしょうねこれだわあ2枚あるどっちがいいこっち、はい、じゃあいきますなになになにあー嫌いな人嫌いな人ってあんまいないのよ、うん、嫌いな人ってあんまいなくて、うん、あのちょっと苦手な人とかね。あーね、リコちゃんは？え、シップゾーン。シップゾーン。シップゾーンはね、24.9%。24.9%、およそ 25% は緑だ。あ、でも紫の文字書いてる。うん、当たっちゃえ。よ。ダメかい。はい、弱いですね弱いですね悲しいさあ文字も大きかったありがとうX あー緑で発見あでも回ってるね回ってるもう690回してますからね頑張れはいもうこれゼブラじゃないんじゃないあまたライダーパワーだ苦手なやつだあ違ってた来た頑張れ頑張れもうゼブラ82%でしたっけ当てちゃう当てちゃう85かな5くらいあった気がするおいしやったやったぜありがとうよかった当たり子だ当たり子はい投資はですねくらいかな。あれだね、シンフォギアの束のね、うんうん、あれみたいな。よっしゃー！よかったー！ 85%来た！嬉しそう！いや、ずっとつまんなかったからね。よかった、楽しい！楽しさね。いけ！でもね、カットインとか、ちょっとよ、どうなんだろうね。キラキラ青だったっすね。ああ！残りがあるからまだ4つ消化して。はい。終わった。悲しい。かぶりこ。さあ、それではですね、台を移動しまして、はい、メゾン一国約束99バージョン。はい、カブ、ほら。やっぱカプリコくれたいっぱい用意してもらったわやったなんかね私ね今日買いに行ったらねこれしかなかったのこの白あでも美味しかったよそれ ねなんでこれはいいただきますき食べながらねまあ確実にどっちかは当てたいよねでも交換だった場合なんですけど、うん、私1万8500円使ってるんで、うん、投資も交換っていうことになるんで出玉的にはいい出玉交換なのかと思ってた出玉今それちょっと今考えた投資交換、うん、ちょっと今交換考えたはいチンチロした意味みたいねチンチロは難しいから、うん、あお堀行きましたよとあ人生最大の失敗でもやっぱり最大人生最大っていうと今まで全てにおいてお酒でいろんなことをダメにしてるから仕事も人間関係も恋愛もお酒を飲むようになったことかな本当に酒癖が悪くてなんかねこの人をがっかりさせたくないなって思うことがあって最近ねそうしてからなんかお酒でなんかこう我を失うことがなくなったかもいやなんかあ一緒に飲んでもダメだよって注意することが少なくなったかもそう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 なのよじゃあもう一個引いとこうかなそうだね
聞いた聞いた、やっぱみんな聞きたいと思うから、聞いてくれる人いるかな、うん、現在過去の年収年収は言えねえでしょう、 P だよ P、 それは言えないでしょう、 P だよ、いや P とか信じてないもん私じゃあもう一回引いとくか、 P とか信じてないもん、え、じゃあリコちゃんの年収全然言えるよ私、嘘、そうだよね、じゃあ私これ言ったからさ、うん、私言わなくていい、カブの一個分かった、私がだけが言うやつね、うん、そうだよ、カブだけが言うやつ、私実は〇〇だったんです、秘密がないんだけど、じゃあもう一個しとく、じゃあ最後の引いてみていい、うん、ちなみに最後のじゃあお互い絶対言おうって決めよう、それなりの回答しようって決めよう、だってさ当たってないんだよ2人対して、いやカブカブこれ言ってないじゃん、え、これだって秘密がないじゃん私、だからこれカブが言う、でもさお互いにさ、やっぱさ私さっきさ年収言ったじゃん年収言ったじゃん、 P じゃんそれでも本当このね腹暗いなって思うとこここよP じゃん、 P じゃんそれこれ腹暗いなっていつも思ってるから、こういうあの自分のことをほらちょっとなんかあれ来てなすりつけようとするところ、いつもはずいなって思ってる、じゃあリコちゃん言うか、じゃあさ分かった、これ2人でやってくれるかくれないかだけ答えて、何をこのこれ最後の質問をやんないじゃあ一人で言うねもうさ最近のエッチ事情っていやカブなら言える、私か最近か、むしろさなんかよくわかんないんだよね、なんかそのないことがないからさあ、ないわけがないじゃん、まあ確かに、いや私はほらないから、本当オンゴールもう笑っちゃうからやめてよ、リコちゃんオンゴールですってそうやってほら自分のこと言わないで全部私に持ってくる、あたりうわほんとずる賢いなっていつも思ってる、恋な恋愛モードな、恋は楽しいな、恋はでも私がいつやきもちをって言ってる、あ、やきもちを、やきもちとかでもね、やきもちをね、やきもちを焼くっていうのを知ったのが最近になってからなんだよね、言ってたね、そうびっくりした、あ、赤い、これ何、順風満帆だったんじゃない、あ、そうかも、疑似いらないんですかよ、あ、疑似に、お誰かのカットインか、おお金当たったかな、これは8点だけ、はい、長いね、結婚してください、一回だけ言われたことある、なんとも言えないなんとも言えないな、よよかったこれでかすったら呪いかと思った呪いかかっちゃうからね、で 51% の各辺に入らないとですね、はい、チャレンジが来ました 51%、はい、成功させてください、チャンスは15回、さあここで決まります、どうだ、取れてるのかしら、取れてるよ、4、5、いいやつに、お、4つ、しかも赤い、どうだ、確変、止めた、止めて、止めた、ダメだいやー欲しかったぞこれは、ダメだった、入らなかった、ここまで行ってたのにな、リーチも熱かったし、おかしいね、はい、
さあさあ行きましょう。しょうがない。かぶりこ。はい、ということで終了しましたが、はい、しましたが結果の方、仮面ライダーフルスロットルからね、はい、移動しまして、うん、メゾ異国99行きました。まさかね、99で当てれず、カブの方がね反発を引きまして、はいはい、私はゼロ回収、投資の方が18,500円。おー、はいはい、私はですね、投資が9本、9000の回収が654玉。まあ、2人ともマイナスですけど、うん、前回よりはちょっと抑えてきてる、うんうん、から、まあ、徐々に成績上がってきてるかなっていう部分はあります。そうですね、はい、いや残念な結果でしたが、はい、そう思い出してほしいんですよ。朝一、うん、チンチロしたじゃないですか。チンチロってか1回で6引いたじゃないですか、うん、あれをね、うん、じゃあちょっと発表したいなと、はい、あ、そっか、乗り打ちか勝ち乗り、何もなし交換、うん、交換ということで、交換嫌だな。はい、いきます、はい、何番引いた？私6番。いくよ、はい、せーの、交換。ちょっと投資いくらだっけ。185。回収は0の交換。交換。いやでもね、ちょっと待って、でもさ、654玉とさ交換してちょっと嬉しい気持ちある？え、だって9000円投資でしょ。え、交換なんだったらもうバンバン打とうって言ってた。あ、そうだそうだ、まあ、しょうがないです。交換です。わかりました。ほら叩かれるじゃんこれ、かわいそうって。カブちゃんかわいそうって。まあ、でもこれルールですから、ルールですからね、これ引いたの私ですからね。そうだよ、はい、私がもしかしたらやってたら、うん、その辺何もなし。あ、ちゃんとあるんだ、全部交換かと思ったんだもん。まあしょうがないですね。まあね、何回目にしてね、明日もあのプライベートで会うんで、そう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 、おごらせようかな。はい、それでは次回また。リーチエンジェル来店情報。リーチエンジェル TV YouTube チャンネル。スパーキング取材情報。リーチエンジェル最新情報は LINE アットで取得。